はい、皆さんどうもテントモです。というわけで日本対クロアチア運命の一戦から一夜明けて火曜日12時のお知らせチェックやっていきたいと思います。まあ未だにね軽く引きずっておりますけども、悔しい気持ちではありますけども、まあなんとか切り替えてねやっていきましょう。いやー惜しかったですね。まあ記録上は引き分けですけど、決勝トーナメントということで決着をつけなければいけないということで、最後ね PK 戦までもつれ込んであの結果ですよ。はい、まあでもね選手そして監督そしてスタッフの皆さんにはね本当にお疲れ様でしたと、そしてありがとうございましたと伝えたいですね。はい、ということで、まあでも本当にね今回のワールドカップは本当にこの日本代表は可能性の獣っていうね言葉が非常に合う集団だったんじゃないのかなと、ジャイアントキリング2回見せてくれましたし、もう新しい景色はね見せてもらえた。ただもう一つの新しい景色、真なる新しい景色は次回へ持ち越し、また4年後に持ち越しということで、また4年間ねできる限りの応援をしていきたいと思っております。していきましょう。いやーでも堂安良かったね。我らがククルス堂安よくやってくれましたよ。僕の今回のワールドカップのトレンドはククルス堂安ですね。まあまだワールドカップ続いていきますけども、まあ、あとはメッシとエムバペ、この2人ですね。メッシはメッシン、そしてエムバペはヤバッペって呼んでおります。はいってことで、それでは有志エンゲージやっていきましょう。またなんかね話せる機会があったら、どこかでねワールドカップの話をしていきたいと思っております。はい、では、今回のお知らせは先月末の生放送で話されていたストーリーイベント、そして、イベント会社でプル2キュベレーマーク2プル2仕様、そしてのんちゃんね、のんちゃんと量産型キュベレだっけね、まあ、この辺が来るっていうのはもう分かっております。あとなんかあるかな、そんなとこですかね。はい、まあ事前に知らされてるお知らせが今日届いた感じですかね。はい、行きましょう。お知らせポチッ。まずはガシャね、来ました。ガシャ開催イベントガシャ、キュベレマーク2プル2仕様、そしてプル2ということで、はい、これはまたね書店チェックやっていきたいと思っておりますけども、そしてイベント開催0088ペッシェモンターニュ声なき声のささやきを1 1、0088来ました。そして声なき声のささやきを、これはなんかもじってる感じですかね、どうなんですかね。前回の0087は水の星に口づけようってことでゼータガンダムのねあのタイトルをちょっとねもじってる感じでしたけど、はい、ってことで、まあここに多分のんちゃんと、そして量産型キュベレーのデータが載ってるんじゃないでしょうか。はい、そしてアップデートってことで、今回はイベント会社とストーリーイベントの2つがメインのお知らせということで、はい、もう他はキャンペーンハッシュタグガンダム UC 名刺戦績自慢キャンペーン、あーこれが11時に来ていたのか。あーこれね、これも生放送で話されていたやつですね。でガンダム UC1 周年キャンペーンが先日終わったので、それに次ぐキャンペーンといった感じで登場でございます。何やらダイヤもねもらえるみたいなので、しっかり参加していきましょう。まあ全体配布、全員に配布って感じでしたかね。はい、ということで、そしてメンテナンス、これは昨日終わったやつか。はい、ってことでこんな感じですね。はい、それではガシャチラッと見ていきましょう。いやー欲しいですね。キュベレーマーク2、まあ、プルの方が欲しいけども、プル2も
好きなので、はい。ってことで、お？なくなった。この1周年を機に方針変更ですか？もしかして。明日にならないとわかんないよってパターンに今回から変えた感じですかね。いつもは1日前に大体の情報は把握できていたんですけどね、ここに載っていたので、それがなくなっておりますね。詳しい性能はイベントガシャ画面右上のピックアップをご確認ください。あら、なくなっちゃった。1日前の先行発表がなくなっちゃった。まあ1日経ったら登場するからいいっちゃいいんだけど、まあね、まあできることなら早くのうちに確認して、で、まあ動画的にもね、早く出せるものは出したいので、うん、前の仕様で良かったと思うんですけど、なんか今回だけっていうことではなさそう。見れないんだ。明日か。そっか、これはちょっとなんか残念ですね。事前に見せてもらうスタイルで良かったんですけどね。そっかそっか、まあ一日の差ですから、まあいいとして、まあストーリーイベントだから、まあそんなに攻略要素はないと思うので、まあ明日このプル通期見ていきましょうか。なんか他にもいろいろイベントが重なっていると、動画的にね出しにくいので、はい。ってことはこっちの方ものんちゃん乗ってないのか。あれ、こっちは乗ってるこっちはなんで乗ってるんだ。なんで量産型キュベレーのんきなもんやね。違う、なんでこっちは乗ってるんだ。ということで、まあこちらをまた初見チェックやっていったらいいか。はい。つうことで、のんちゃんいいですね。プルっぽくて。はい。キュベレーマーク2、プル2機、量産型キュベレーのんき。のんきなもんやね。つい言いたくなる。はい。ということで、いやー、プル通期見たかったな。はい。ガシャチケ3枚3枚。ストーリーイベントで、さらにもらえるんでしたっけ？はい。ということで。ではまた、のんちゃんと、のんきを見ていこうかな。はい。いやー、まさかの方針変更とはね。まあまた来週どうなるか。来週もイベントガシャ機体の性能が前日に見れないって感じだったら、もう完全に変えたって感じですね。はい。アップデート予定、12月7日アップデートのお知らせ。アップデート内容、イベント0088ペッシェモンターニュ声なき声のささやきを1の開始、イベントガシャの開始、プレイヤーランク上限を136まで解放を来ました。安定のね、そしてゲームプレイ中にフレームレートが低下し動作が遅くなる不具合の修正。これも治るんですね、まあ、これも治るんですねってあんまり知らないんだけど、そういうのがあったのか。なるほど。はい。ってことで、だからランク上限が136まで解放ってことは、先日追加されたAP パック、BB パック、AP パック、あれが買えるようになると思われます、おそらく。
そうだからランク133の人は明日変えるんじゃないのかな、確か。うん、はい。キャンペーン、ハッシュタグガンダム UC 名刺戦績自慢キャンペーン、これはリツイートいいねとか関係なくて、あ、ここなんか難しいこと書いてあるのでちょっと飛ばしましょうか。本キャンペーン期間は12月6日11時から12月11日10時59分までってことで、あ、もう開始してるんだ、今日から開始してますね、今日の11時から。はい。応募方法、機動戦士ガンダム UC エンゲージの名刺戦績機能で今回のテーマログイン日数を自慢しように沿って名刺を作成します。本キャンペーン期間内にガンダム UC 名刺戦績自慢のハッシュタグを添えて名刺戦績画像をツイッターで投稿することで応募完了となります。キャンペーン報酬、ハッシュタグガンダム UC 名刺戦績自慢のハッシュタグがついた期間中の投稿件数に応じて以下のダイヤ、ゲーム内アイテムを機動戦士ガンダム UC エンゲージ全ユーザーに配布予定ですと。100件達成、ダイヤ100個、200件、200個、300件、300個、400件、400個、500件、500個。一桁、一桁増やしてほしい。一桁増やしてほしい、ダイヤの数。うん。まあでも、ああ、全部追加でもらえるのか。なるほど。合計でダイヤ最大500個じゃなくて、100、200、300、400、500、全部足した数もらえるんですね。1500個。ああ、まあいいか。うん。まあ、できることなら10連分欲しかったけどね。いや、違う。ちょっと待って。獲得できるダイヤは最大500個までです。は。じゃあ、最大500個か。マジか。全部足したダイヤの数欲しいですね。ダイヤ1500個。せめて。ダイヤ3000個とは言わない。ダイヤ1500個欲しい。変えてくれないかな。それか、なんか予想以上に件数が多かったら、1000件達成、ね、2000件達成とかだったら、追加報酬とかね、やってほしいけどね、クニアさん。はい。で、注意事項は、まあ、この辺はね、よく読んでおいてください。キャンペーン規約。そして、ツイッターに関連する注意事項。そして、お問い合わせ。お問い合わせはこちらからと。いうことで、まあこれは、まあ、500件だったら多分普通に僕が投稿するまでもなく大丈夫そうですね。うん、なんか追加報酬やってほしいですね。うん、それかダイヤ最大500個じゃなくて合計1500個にしてほしいなと思いました。はい、ということで、はい、今回の最新情報のお知らせこんな感じでございました。またのんちゃんのんきチェックしていきたいと思っております。はい、ということで今回こんな感じで終わりたいと思います。いや、本当に森安ジャパン感動ありがとうございました。では今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジャパン。